どうも、ライオンです。さあ、今回紹介するのは、こちら。30 Minutes Missions エスポジットアルファです。はい。先月出ました、ベータとね、成型色とか、あと、武装が違ってるだけなんですけども、結構なんか、個人的には雰囲気の変わったね、機体になってるなと思いました。ではではね、早速、組み立てたもの、見ていきましょう。はい、こちら、完成しました、エスポジットアルファになります。エスポジット自体のね、解説はベータの時いろいろ見たんですけれども、結構変更点も、武装なんかね、変わっております。あと成型色のね、この明るいグレー、これも結構ね、かっこいいですね。頭部のセンサー部分なんかは、ブルーのクリアパーツになっています。武装は割とロボットものだったら王道のね、シールドに、銃というね、組み合わせになっています。そして左手のシールドなんかは、変形時のね、機種になるので結構かなり長く、先の鋭いね、とんがった形の、シールドになっています。脚部にはこういった、スタビライザー的なね、パーツがついていたりもしてます。はい。ではちょっとね、ベータの方を持ってきて、ちょっと違いなんかをね、見てみようかなと思います。はい、そんなわけでベータをね、持ってきまして、こうやってね、並べてみました。ちょっと一部パーツの干渉なんかがあって、全くね、同じポーズを取らされなかったんで、それもあるかもしれませんけれども、やっぱり雰囲気はだいぶ違って見えるんですけども、私は。はい。エスポジット本体に関しましては、成型色が違うだけでデザイン全く変更ありません。うん。で、武装はね、だいぶ違うんですけれども、ベータの方は、両手に、長いライフルを持っていて、両腰にもアーマーがついています。で、アルファの方はさっきも言いましたように、シールドに銃、そして両すねのね、外側にオプションね、スタビライザーなんかがついています。まあ、これで、まあ、ベータの方がよりこの特徴的な両足のね、足首に向かってこう尖っていくような、そのデザインラインがすごく強調されてるのかなっていうのと、あとは、それに対して、アルファの方は、その、すねの外側にこうオプションがつくんで、まあ、なんだろう、下半身のしっかりしたタイプの、ロボットなシルエットになってるんでしょうかね。うん、ここは結構好みが分かれそうな感じですが。個人的にはさっきもねパーツの干渉をちょっと言いましたけども、このベータのここの腰アーマーのこのウィングみたいなの、これが腕に当たっちゃって、そのポージングがねちょっと難しいんですよ。この羽より手前にね腕を出すか奥に出すか、まあポージング的に決まるのは腕が奥かなとも思うんですけども、なんかここ干渉しちゃって気になるなっていう部分は、若干ベータの方には、感じていました。あと、クリアパーツの方もね、グリーンとブルーで、ね、かなり印象が違うんですね。まあ、また全くデザイン一緒で、カラーが違うだけのパーツになってますから、その辺取り替えてね印象を変えてみたりとか、あとはこちらがホワイトとパープル、こちらが、グレーとホワイトなんで、ホワイトのパーツだけを寄せ集めて真っ白なエスポジットにするっていうのもね面白いかもしれませんね。ではではエスポジットといえば変形ですね。はい、ではアルファの方の、変形をさせてみたいと思います。はい、そんなわけでこちら変形完了しました、エスポジットアルファフライトモードです。はい、先ほどのね、感じだとまあいろいろ細部違うけどね、雰囲気変わるねぐらいだったんですけども、これはもう完全にシルエットがベータのねフライトモードと違いますよね。ベータの方は変形させてないんですけど、まあ こんな感じですからねベータってね。はい、かなり別物に変形した感じするかな。うん、まあどっちと比べてねどっちがどうだっていう話もあんまりね、それは人の好き好きでしょうけども、やっぱ大きいのは、このシールドだったりとか、このスタビライザーが手首とか、この頭部を覆い隠してるってところだと思うんですよね。うん。ほんのちょっとしたことなんですけども、なんだったらちょっと見えてるんですけども、それだけでもね、元のエスポジットのね、印象がかなり減って、うん。別物にね、ガラッと変形したなっていう感じがします。本体自体の変形はエスポジットベータと全く同じで、胴体ね、真ん中。ぐらいからこうぐるっと後ろにね反り返るみたいな感じからの、膝から後ろすねとかね、ここ足首なんですけども、ぐるっとねこう背中向きになんかこう巻くような感じ、本当に単純な変形になってます。はい、まあ、ちょっとねパーツの可動域なんか結構広いんで、きっちりこのね形にするってなかなかちょっとね綺麗に決まらないんですけれども、はい、ちょっと難しいですけどその部分はね、はい、まあ
変形構造としては単純なもので、うん、そして、ついてるパーツが違う、このね、シールドと、こちらのセブライザー、ね、これがいい感じで作用していて、うん、以前の、ベータの時には、なんか翼だったりとか、機種だったりとか、そういったものをね、取り付けたくなってきたんですけども、こいつはもうこれだけで全然飛行形態として、なんか、私的にすごいしっくりくる形に変形してくれていますね。はい、そんなわけで紹介してまいりましたエスポジットアルファいかがでしたでしょうか。まあ、かっこいいメカですよね。うん、エスポジット変形のギミックもねすごいいいんですけども、これも楽しいんですけど、やっぱ各部、まあ、全体的にもそうですけども、とってもいいデザインだなって私は思ってまして、まあ足はねなんか好みあるらしいんですけども、この後ろ向きにつま先があるようなね、この足がとかね、まあいろいろあるらしいですけども、私まあそれも含め各パーツ見てもですね、かなりかっこいい造形されてるなっていうふうに思ってます。いわゆる、ヒロイックな、ヒーローロボット的な方向のね、まあいわゆる地球連合側がこうなんだろう、ベースにしているようなデザインラインだと思うんですけども、そっち方面のメカにするには、このエスポジットのパーツなんかをですね、やっぱトレードとか、ミキシングとかね、するのも、それだけでもかなりこう、ぐっとね、雰囲気変わって、うん、かっこよくなりそうで、もちろんエスポジット自体をね、カスタマイズしても楽しそうですね。やっぱり、この武器の組み合わせがね、私、この王道のやつっていうんですかね、この銃と、盾この組み合わせがやっぱ好きなのかな。特にこの変形の時にね、機種になるシールド、まあゼータガンダムとかもねそうなんですけども、こういう感じのシールドが結構好きで、うん、まあなのでそうですね、まあ単純にこのエスポジットを手を加えるんだったら、もうちょっと長い銃を持たせるとか、あるいはもうちょっと長い格闘武器を持たせるとか、そういった方向からカスタマイズしてみようかななんて思ってます。またこれ変形しますんで、そのまあ武器を一つ変えた時に、じゃあ、一応これここに3ミリ棒があったりとかね、3ミリ穴あったりとかして、変形の時のジョイントパーツにもなってるんですよ。なのでじゃあ変形された時にどうやってね、武器を交換した時に、変形状態フライトモードをセレクトさせるかっていうのも考えたりとか、その辺もね、その変形しない機体とは違った、ね、楽しみとか悩みどころとかがあってですね、まだまだなんかこうずっと改造が終わらないカスタマイズが始まっちゃいそうで、とっても魅力的なキットです。もちろん、ベータの方も同じくですね。はい、ぜひぜひね、今回私また買ってきて作って即動画にしてってやってますんで、その魅力のね全てだったりとか、ここいいのにっていうのにね気づけてなくて、それをね紹介できてない部分があるかもしれませんけども、ぜひよかったら皆さんもね実際に手に取って遊んでみてください。では今回はこんなところで、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。越えろ地獄の使者、闇が空を覆う。